ミカルオパスは、カナダのトロント大学、医学部、実験医学、病理生物学科、教授で、専門は、細胞運動、細胞接着、細胞骨格の細胞生物学。オパスは、初期には、アメーバを材料に、干渉反射顕微鏡、ホログラフィック顕微鏡、蛍光顕微鏡、強常点レーザー顕微鏡など各種光学顕微鏡を、使用し、 細胞運動の細胞生物学を研究していた。その後、培養細胞を材料に、細胞接着、細胞運動にも関連する、タンパク質、カルレテキュリンの生科学、細胞生物学を研究している。2013年2月15日、覆面告発者のクレア・フランシスが、オパスの2008年の論文に、画像のデ像、改ざんがあることを電子メールで、論文出版元に指摘した。 2015年1月12日、論文出版元が画像の捏造改ざんを確認し、オパスの了承を得て、2008年の論文を撤回した。トロント大学も論文撤回を了承した。撤回した2008年の論文は、肺性幹細胞と全脂肪細胞 3T3L1 のカルレティキュリン欠損細胞を作り、カルレティキュリンを欠損していない細胞と比較することで、 カルレティキュリンが脂質生成の制御していることを示した論文である。論文には著者が5人いたが画像の責任は第一著者のエヴァサボ、あるいは最終著者である自分にあり他の3人にはないトーパスは答えた。ありがとうございます。